どうも、エルザです。それでは、クラッシュバンニング4をやっていきたいと思います。さあ、前回ね、悔しい思いしたんですが、そのうちやな、やるのはね。じゃあ、記憶のかけらをやっていこっかな。この記憶のかけらがさ、そもそも、全達成してどうなるかよく分かってないんだよね。多分、完全クリアするんだったら必要ぐらいの項目だろうね。はい、バンディ君は食べ物を拒否したが、リンゴにはいい反応を示している。バンディ君ね、めちゃくちゃ暴れん坊だったらしいね、設定上。ちょっとね、あの後この前調べて、いろいろ見てたんだけど。ね、その暴れん坊を。こうは捕まえてらしいよ。改造したらしい。さて次は、ないよね。よし、押さない方がいいと思うんだよね。ああ、やっぱああなったか。ね、先に植え潰しといて、これで問題はあのブロック踏んで何が出てくるかなんだよな。怖いな、あの速さはやばいね。いやっあ、揃った。意外と今回いけたね。あれ？俺マイクラって言ってた？まあまあ、マイクラっぽい要素はあるよね、箱はね。あ、そういうことね。はいはいはい。なるほど。じゃあ次。そうだね。そこの文字だけは見れるね。いや、今回最高だったね。あ、祝福ありがとうございます。センキューの方がいいのかな。いや、紙の祝福がね。あったんだね。それあったんだね。爆弾箱、定番デザインだ。このアイデアをアニメからいただいたのだ。うお、危ない。自画自賛だけど、今のは我ながらうまかったと思う。でね、このさ、5回踏める箱がさ、結構じらされるんだよね。
これやべえな。度胸だね。よし、前回の実験よりバンディ君の頭蓋骨を分厚くした効果があったようだ。物騒なことはやめて。ああ、で上に行けると。クリア、アップ。でも海外の方が来てくれるってことはゲーム的にやっぱなかなか有名な作品なんだね。たまに来てくれる海外勢ありがたい。これがね難しいのよ。あ、お？お？多分一つずつなんか完成されていってんのかな。でこれでしょ。ああ、そういうことね。分かればいける、分かればいける。行ったからにいかんとね。さて、はい、さよなら。あれは焦るとやべえな。よーし、これでオッケー。スノードームのように割れたからな。よし、リカバリー完成。ねえ、乗って、でもこれでまだ50個なんだよね。まあ普通に行けばいけるね。お、上はなし。ほう、よし、クリア。これは大成功だぞ。おお、前回に比べたらだいぶスムーズだね、このやり込みはね。あ、よかったよかった。さあ、じゃあこの勢いでいきますか。さて、修行は続くよ、どこまでも。最初っていうか全開したステージがこんだけ早く終わるとね、一番良かったんだけど。いやー、なかなか。なかなかよ。さあ、やっちゃいましょう。でね、なんかね、最近ちょこちょこってか、うすうす感づいてはいるんだけど、なんかね、ここでするとね、高確率で死にまくるっていうね。
これならないかな。あ、なる。やっぱ細けえな、こういうところ。あれ、レクーザかな。思い出します、自分で自分の誕生日カードを用意させてくるようなやつを相手にしたあの日々を。ああ、せめて半分くらい払ってくれてもよかったんじゃないの。何の話や。さあ、レクーザが過ぎて、危ない。いや、ポケモンもね、そろそろアップで来るからね、またね。何の話やってなるんだけど。あー、ドラ鳴らしても特に何もないのか。危なっ。ちょっと確認したいのは、下にないね。よし。はい、さよなら。でもあれなんだよね、クラッシュ3だったかな。通過3どっちかなんだけど、中華っぽいステージはあのココっていうのが決まってて、で虎のコスチュームね、実はかなり激アツなんだよね、展開的に。はい、あー、でも確かにね、スラム教の方か。でもめちゃくちゃ計算できる人っていうイメージがあるな。頭が圧倒的にいいイメージだね。おお、そういう攻撃。ああ、戻るのね。さあ、嫌いなやつ来ちゃったね。もう嫌いって言ってしまったけど。はい、よーし。ちょっと遅れ気味で、やらしいな。戻ろう。よし。あ、なんとなくそういえば前回のステージ思い出した。1個なかった理由が、そういうことか。危ない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 。いい、かわいいお尻。うわ、ここまでノーミスか。はい、意外とギリギリなんだよな。んで、こっちにはこんなことはせん。よし、で、なんかあるよね。
てと、ああちょっと待って、急に消えるね。画面見づらいな、怖っ。はいはいはい、焦らない焦らない。やばい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 、よし。ここはね、もう気楽にいけるから、ボーナスは。ほう、あ、ワクワクか。お？おー、ぶでっ。あー、ギリ。ギリいけるのか。あ、そういうことか。そっか、伝えるのか。つい忘れるね。まあね、サイバーのこの格好をしてるとさ、能力使えるかどうかの見た目が全然判断できなくて。おお、たまたまだけど見つかったね。ありそうな気はしたけど。おお、すげえ。あ、そういうことか、緑色だからか。マジか、そういうことか。あ、調子に乗ってしまったね。上にあった。さすがにこっちはいけないか。んで、さらに竜がいるね。あと6個。怖っ。マジか、あと1個か、また1個か。あー、マジか、やめてくれ、あと1個はもう。どこだ、あと1個。マジか。あと1個どこだろう。マジか、多分これ編集してる時にわかるんだよね。マジか、悔しいなー。
よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。第6話ここまでですね。ということで、動画を見ている方はここまで、ライブ見ている方は引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。